でお任せ、自動変装ギフだ。それがどっか行っちゃったんだよ。いつか俺に貸すと約束したくせに。面白い面白いとみんなに大人気で、いろんな人が借りて行っちゃったから。何の話？ガラスの亀って漫画だ。あれは面白い、最高だよ。あれを読まなきゃ生きている甲斐がないってほどだよ。そんなにか。うん。誰に貸したか思い出せ。しかし借りた本を返さないなんて悪い奴がいるな。人間のクズだ。誰か分かったらただじゃおかねえ。のび太か？ん？太田さんからゴルフバッグを預かっているんだ。悪いけど届けてきてくれないか？今ちょっと手が離せなくて。あれ？帰ってきたかと思ったんだけど。困ったな。ふう、冗談じゃない、あんな重いもの。それに太田さんの家は遠いんだ。ん？ドラえもん！夢中だね。あ、のび太くん、何を読んでるの？これだよ。ん？それにしてもこれ面白いね。ガラスの亀。ガラスの亀か。確かにこれは最高だよ。ん？これってまさかスネ夫の本だ。すっかり忘れてた。え、ずっと借りっぱなしだったの？どうしよう。謝って返すしかないよ。とんでもない、相手はジャイアンだよ。ギッタギタにされちゃうよ。スネ夫に借りてジャイアンに殴られる。そういうことか。僕はもう表を歩けない。自動変装ギフだ。これをつければ自動的に持ち主の家に帰るんだよ。貼ったらこうして道に捨てる。あー！なんてことをするんだよ。いいんだよ。あの札がついていれば絶対になくなったり汚れたりしないから。でも誰かに拾われたらどうするんだよ。拾われなくちゃ困るんだ。ただしスネ夫の家の方角へ行く人しか拾わないんだ。あ、あの人、スネ夫の家の方へ行くぞ。ついて行ってみよう。ほらね、スネ夫の家近づいていくだろ。うん、ダメだよ。捨てて行っちゃったじゃないか。いいんだよ。どうして？これから先はあの人の行き先が違うんだよ。見ててごらん。ほら、次の人にバトンタッチ。こうして次から次に人が変わって運ばれる。犬が運ぶこともあるけど。ほら、最後にはスネ夫の家に行き着いただろ。ほんとだ。あら、スネちゃまの本ざますわ。いつも言ってるざますのに、まったく。本はちゃんと本棚にざます。どう？助かった。ねえ、あれって何でも持ち主に帰るの？うん、これね、どんな遠くでも確実に。そりゃいい、貸してよ。ああ、何するつもり？どうせろくな使い方しないんでしょ。ああ、ひどいな。届け物を運びたいだけなのに。パパ困ってるのに。それなのにろくな使い方しないでだって。そういうことなら。サンキュー。でもまずその前に。え、何？楽ちん楽ちん。ほら見ろ、
りろくな使い方しないじゃないか。どうせ家に帰ろうとしてたんだからいいじゃない。そういう問題じゃない。パパ。なんだ。ゴルフバッグ届けてあげる。本当か。これを太田さんのところへだよね。助かるよ。なかなか仕事が終わらなくてね。悪いな、こういう使い方なんだ。荷札をつけて捨てておけばいいんだよね。なかなか拾ってくれないな。よろしくお願いします。おい、のび太。思い出したぞ。最後にガラスの鐘を貸したのはのび太だ。さっきはすっとぼけやがってギッタギタのボロボロにしてやる。ちょっと待ってよ。人を疑う前にもっとよく本棚を調べてみたら。本棚なんて何遍も調べたよ。念には念を入れて。もし見つからなかったらギッタギタだからな。おいスネ夫、見つかったか。ないだろ。スネ夫、もういいからのび太をギッタギタにしちゃおうぜ。ガラスの鐘、どうして。スネちゃまは急にお腹が痛くなったざます。それでこの漫画を渡してほしいって。ざます。じゃあね。よかったね。どうしたの。道がわからなくなっちゃった。この子を荷札で返してあげようよ。よし、このサイドから速達用を使おう。速達って早く届くってこと。そう、これですぐにお家に帰れるからね。誰も来ないよ。まあ見てなって。え、さあ乗って乗って。ちょうど通りかかってよかった。すごい、さすが速達用だ。念のためタイムテレビで確かめよう。いた、バトンタッチしてる。次は消防車だ。ちょうどここで訓練があってね。もうすぐだよ。こりゃ超特急だ。なに、ちょうど通り道だっただけですよ。よかったね。のび太、ゴルフバッグはちゃんと届けてくれたんだよな。でも太田さんからまだ届いてないって電話があったぞ。え、そんなはずは。もう届いてもいい頃なのに。どうなってるの。これでゴルフバッグの跡をたどろう。ゴルフバッグを追いかけるんだ。こっちだ。今度はこっち。ちゃんと太田さんの家の方に向かっているよ。あ、あれ。あ、太田さんが待ってる。あれ、通り過ぎて隣の家に入っていったぞ。おかしい、行ってみよう。ねえ返してよ。太田さんのゴルフバッグが届いたでしょ。早く返してよ。借りたものはちゃんと返さないと。そうだよ、返してよ。太田さんずっと待ってるんだから。返してよ。太田さんがお隣から借りていたなんて。悪いことしたなぁ、怒鳴ったりして。恥ずかしい。